どうも、ふなしゲームズふなしです。今回は最後のウィーケンドリーグとディビジョンライバルズの報酬の開封をしていきたいと思います。ディビジョンライバルズは、まあ、トレードどうしよっかな。負荷でパックたくさん引いてもいいな。トレード負荷。初めてちょっと選択していきます。トレード負荷ね。ランク2ということで。そして FUT チャンピオンズの報酬ゴールド3でしたね最後、選手ピック2つにメガパックとレア選手パックでは FUT チャンピオンズ選手から1名引いていきたいと思います。3名から1名誰が出るかな。あー微妙。さあもう一つ行きます。ああまあこんなもんでしょう。ではおそらく最後になるパック開封、感慨深いところがありますね。11パック、まあ、トレフカも入ってますが引いていきましょう。最後ぐらいウォークアウトが見たいね。来ない。ベルギー、名前わかんないですね。さあまずはジャンボプレミアムゴールドパックを消費して、来ないね、ウォークアウト。ではメガパック1,2,3,4,5、メガパック6パック7パック、メガパック7パック引いていきます。来ないね。こっちはトレカかな。ああ、黒は来たね。さあ、何か来い。何か来てくれ。来ないね。多分トレフカだと思うんだけどな。まあ、メガパックだからな。レアメガだったら。当たりやすいんだけど、まあ、何も来ないと。来ないね。ちょっとやばいぞ。最後の報酬だぞこれ。来ないね。やばい。あ、残り4パック、さすがに来るでしょう。来ないでしょう。黒すら来ない。まあレアパックがね、レア選手パックが残ってるからそこに期待していこうか。俺も来ない。さあどんどん選手が運営に吸い取られていきます。こんなに当たんないのか。こんなに当たんないもの、これトレカだね。
さあメガパックラスト。さあメガパック、え、メガパック7パック全部ウォークアウトなし、えげつないね。では最後のレア選手パックいきます。ということで、ふなしの最後のウィーケンドリーグと、ディビジョンライバルズの報酬開封でした。FIFA19、まあ、ついにも終わってしまう来週、FIFA20 の体験版が配信されますが、皆さんはね、最後の報酬いかがだったでしょうか。ウォークアウトが一個も来ないっていうのはね、奇跡に近いんじゃないかなと。最後ぐらいウォークアウト見たかったね。プロモパックが来てくれてたらよかったんだけど、来ないですね。何パック引いた？全部で今12パックぐらい引いたのかな。意外と2000コインぐらい返ってくるんだね。7500コイン使って2000コイン返ってくると、まあ、5000コインどんどん消費していってる感じだね。多分 FIFA19 1年間やってきて一番連続でパックを引いてる気がする。これ初期の方やってたらやばいよね。貴重な貴重なコインをどんどん消費していく。何も当たらないか。最後ぐらいウォークアウト一回ぐらい見たかったのがミランダ。ミランダも移籍しちゃったからね。頼む、何か来てくれ。ミランダで終わってもよかったが。バチュアイ。ダメか。はい、ということで、すべてのパック引き終わりました。皆さん、FIFA20、一緒に楽しみましょう。では、今回の動画はこの辺で。またね。